どうもマイクラ建築ピールアマグリです。ちょっとね動画の更新空いちゃったんですけど、グループチャンネルの方で生配信したりとかね、あとアーカイブは残ってないんですけども、こちらのチャンネルでもね建築配信とかを1月1日にやったりと、私の年末年始はねもう配信尽くしの年末年始でしたっていうことで、まあちょっとね2日3日と休んだんで、本日からね動画投稿も再開していこうかと思います。というわけで建築バトルやっていこうと思うんだけど、ちょっとねその前に、私弓がめちゃめちゃ苦手ということで、 PVP自体は結構やってんだけどね、弓はそんなに得意じゃないんですよ。脳筋だから剣を持って突っ込むことしか考えてないんで、苦手を克服するために今回新年一発目は弓のねデュエルをやっていきたいと思います。こちら勝つことができたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。よし来た。敵はどんぐらいの強さの人なんだろうな。ちょっと強そうだぞ。なんかいやそんなことなさそうだぞ。こういうのはねがっつり引き絞んないとあんまり強くないんですよ。よーし GG このゲームやったことなさすぎてさ、まだまだ相手体力あるだろうと思ったら一瞬で終わっちゃった。ちょっとさっきの試合ねぬるっと勝っちゃったんで、もう一試合いきます。ちょっと白熱した試合を見せていきたい。弓はね結構コツがあって、こう打った後にすぐ横向いてこう避けるとね、これ今当たったんですけど、横向いてすぐ移動すると敵の弓をかわしつつ自分だけ攻撃することができて、あとちょっとじゃんけん要素もあって、こうねどっちに打った後どっちにかわすかっていうのがわからないんで、それはちょっとね運要素があります。オッケー GG ということで2連勝したんで、これは文句ないでしょう。ということで皆さんチャンネル登録と高評価忘れずに。というわけで1回戦目のお題がキャメルっていうことでね、ラクダだね。ラクダは過去に1回大きいサイズで作ったことがあるんで、その大きいサイズで作ったものをちょっと小型化してやればいいだけということでね、結構私にとっては有利なお題なんじゃないかなと思うけど、どうだろうな。まあ小型化が一番なんだかんだ難しいところだったりするから、ちょっとあんまり油断せずにやっていきましょうか。ということで今回ね使っていくのはこちらのオークのフェンスとか使っていこうかな。ちょっと私前回縛りプレイをやってた都合上ね、本当はね画面右にタイマーとかが出てるはずなんだけど、それが出てないっていうことで時間配分だけちょっと気をつけてやっていきたい。毎回縛りやった後ね設定忘れて入っちゃうんだよね。1回戦目だけはちょっとねハンデを背負いながらやっていきますよ。やっぱりね一度造形したことがあるっていうものはバランスとかが全体のバランスが把握できてるっていう部分でねかなり作りやすいんですよ。やっぱりねマイクラの建築の上手い下手何で分けるかっていうとバランスだと思うから、人間もそうじゃん。例えばさ目が大きい人が一般的に可愛いかっこいいとか言われてるけど、目細くてもなんか全体のバランスがいいおかげで目細いのにこの人かっこいいなっていうパターンとかあるじゃん。だから結局ねもうバランスないよねパーツじゃなくて。だからマイクラの建築も装飾をいかに凝るかとかももちろん大事なんだけど、それはもうあくまでバランスがいいっていう前提で、バランスいいものが作れてるっていう前提で、その後に、まあ、建築のね細かさとかだったりとか装飾とかが入ってくるんで、とりあえずはまずバランスのいいものを作らなきゃいけない話はそこからだっていうことでね、一回作ったことあるっていうだけでかなりね失敗はしにくいんじゃないかなと私は考えております。ラクダは割と首がねくねってなってる気がするんで、ここら辺はちょっとくねくねさせていきましょうか。うん、あーかなりいい、かなりいい、かなりいいラインの首ができましたね。この自らがねやらかしてしまったせいで残り時間がわからないのがかなり痛い。ここに来て残りあと30秒とかね、そういうのをなんか見つつ、あ残り30秒だからこういう風にしようみたいな感じで作戦を毎回立てていってるんで、時間がわからないとね作戦立てれないんだよね本当に。背中にちょっと乗る用の絨毯みたいなのを引いてみますか。残り1分、よし、ここで時間が出てくれたのは偉いぞ。はいはい、こんな感じかな。そして真ん中をこう黄色とかで埋めることによってラクダのね乗る部分を作ってみました。可愛いんじゃない？非常に非常に可愛いと思う自分では。でこうなってくると残り時間的にももう一匹作ってる時間はないから、砂漠を作った方が多分いいんじゃないかなっていう、砂漠じゃない、ピラミッド、ピラミッドを作って砂漠としてのね完成度を上げていった方が最終的にはいいんじゃないかなということで、ピラミッドを今作っていきます。でこれ足跡とか作ってみる？いや時間なさそうか、時間なさそうかな。こんな感じでどうだろう。1人目の方がこちら。これは何だろうな、ちょっとわからないけど時間が足りなかったのかもしれない。申し訳ないけど厳しめに行かせてもらいましょう。続いてがこちら。おー、これは
あー、コブを作るまでの時間には至らなかったのかな。結構サイズとかね、バランス的には良さそうだったんだけど、コブが作れなかったっていうことで、ラクダとしての表現力がマイナスになってしまうかもわからん。続いてがこちら、この人。あー、うまいね、うまいね。まあ、バランスが結構いいかなっていう感じで、続いてがこちら。アルパカっぽいけど、でもうまい。エピックかな、うまいね、アルパカっぽいけど。バランスがやっぱりなんか全体的にね、あのラクダはやっぱりコブとあとお腹がポッコリしてることと首がうねってるっていうのがポイントだと思うので、そこら辺を抑えてる人はまだ出てきてないのかなっていう印象がある。ちょっとかわいい、これラクダだって絶対言われなきゃわかんないけど、かわいいからグッド。続いてがこちら、諦めちゃった系の方かな。ちょっと厳しめにつけさせてもらいます、申し訳ないです。続いてがこちら、私の一番うまいんじゃない今のところ、自画自賛かな。結構うまくいった自信あるな。どうだろう。続いてがこちら。お、この方うまいね。この方も。あー、ラクダだって分かりやすいし、サイズも大きいし、ちゃんとね、コブも表現されてるってことで、エピックにしましょう。続いてがこちら。あ、休んでるラクダ。足を折りたためて休んでるラクダっていうことで、これも可愛らしいね。グー。というわけで、1位はこの方。なるほど、このちょっと足を上げたポージングが評価されたのかな、工夫をしているということで。というわけで私は2位でした。くっそ悔しいな、今1位取れると思ってたな自分で。いや、ちょっとね、言い訳としてはスコアボード右側のこれが表示されてれば時間内で2匹はラクダ作れたはずなんよね。まあ、自分のミスだからそれも仕方ないんだけど。というわけで続いてのお題が宇宙飛行士なんだけど、どうしよっかな。宇宙飛行士、とりあえず地球を作って地球から飛び立ってる宇宙飛行士っていう感じの設定にしたいから、とりあえずは小さめの地球を作っていきます。まだ焦るような時間じゃない、まだ焦るような時間じゃない。まあ、ネザー水晶が安牌かな。ネザー水晶だと結構ハーフブロックもあるっていうことで形を作りやすいんじゃないかなっていうことで、ネザー水晶を使っていきましょう。で、宇宙飛行士といえばなんか白に赤とかオレンジとかのラインのイメージがあるから、今回赤でいこうか。赤でちょっとラインを入れていきます。背中になんかリュックみたいなさ、なんかわかんないやつつけてるんで、背負わせてみたりとかしつつ、あとなんかさ、ここら辺になんか機械とかいっぱいついてるよね。なんかよくわかんない機械、それも再現するっていうことで、こんな感じでいきましょう。そしたら腕を作っていきます。いや、残り時間がわかるっていうのはそれだけでアドだね。顔は正面に大きい窓みたいなのがあって、ここら辺にね、ハーフブロックとか階段ブロックを混ぜることでさらにね、ディティールを凝っていきましょう。いいんじゃない、いいんじゃない。宇宙飛行士っぽくはなったでしょう。あとはこれをさらにあの細かい表現でと昇華していくために、なんかちょっと小さめの宇宙船作れたらいいな。小さめの宇宙船間に合うかな、どうだろう。ちょっと宇宙船はちっちゃくしても遠近法っていう風に捉えてもらえるだろうから、サイズはどうでもいいから、とりあえず宇宙船を作りたい。こんなんでどうだ、宇宙船から宇宙飛行士が出てきてるみたいに見えないかな。一人目の方がこちら。え、これどういうことだろう、え、どういうことだろう。あー、こっちから見んのね。あ、普通にうまい、普通にうまい。なんだ、水攻めしてる理由がちょっと分かんなかったけど、素晴らしいね。続いてがこちら。これは、あー、なるほどなるほど、これが宇宙飛行士っていうことね。宇宙船を作って中にアーマースタンドを置くことで宇宙飛行士を表現したと。続いてがこちら。シンプルでいいんじゃない、グーッ。え、絶対さ、これアモンガースのやつ作る人とかいるよね。続いてがこちら。おー、アポロ。アポロさんですね、これは。後ろのなんか管とかまで表現してる。うまい。エピック。もしくはレジェンダリー。エピック、レジェンダリー。お、レジェンダリーおめでとうございます。まあ、これはでもね、レジェンダリーになっても文句なしでしょっていうぐらい表現力が高かったですね。続いてがこちら。オッケー。続いてがこちら。お、うまい、この人。エピックだね、これも。これもエピック。この人うまいね。細かい表現とかがされてて、中の顔までしっかり作られています。イギリス国旗。続いてがこちら、私の作品。私のもまあまあうまいと思うんだけど、さっきの人たちの見た後だとちょっと霞んじゃうかな。うまい人が今回多かったっていうことで、何位になるんでしょうか。3位ぐらいに入れてたら嬉しいな。2位か3位に入れてたら。というわけで1位はこの方、私は4位、クソ惜しいな。あと1つ順位が上だったら3位以内に入れてたんだけど、1位はこの方っていうことで、まあ文句はないでしょう。この方うまかった。GG。というわけで最後のお題はミルク。ミルクはね、割と最近にも作った気がするから別のアプローチをしたいけど、どうすればいいかな、これは。でも結局でもな、牛を作らないとミルクだって伝えるのむずい気がするから、前に作ったやつとちょっと似ない形で前に作ったのとはまたちょっと差別化が図れる形で牛を作っていこうかな。前はなんか普通にシンプルな牛作ったんだけど、今回はちょっとネタに走った感じの牛作るんで、あの順位あんまり気にしないでください。ただ私があのちょっとやりたいことが伝わればいいかなぐらいの気持ちで作っていきます。
いやなんかさ、正統派ばっかり作ってるとつまんないじゃんね。なんか見てる側の人はさ、あ、またミルク同じようなの作ってんじゃんってなっちゃうから、ちょっと今回はあのおふざけ多めの牛ミルクを作ります。牛乳ミルクを、まあ、こんな感じでちょっとね、立ち上がった牛を作って、この乳からミルクが出てるって感じしたいよね。表現できるかな、難しそうだな普通に。おふざけっていうほど面白いものを作るわけじゃないんで、面白さを期待されたら困るんだけど、シンプルになんかこういう牛のミルクの表現の仕方もあったら面白いなっていう風に思ってもらえるようなものは作りたいと思っております。オッケーオッケー。こんな感じで立った状態で乳を出してるウサギを作りたいから、こっからこういう感じで乳を吹き出してるっていう表現をしていきます。これはなんかポケモンのミルタンクをね、ちょっとイメージした感じのポージングになるかもしれない。全然あの変な意味とかはなくて、ただね、あの立った状態でこう乳を吹き出してる牛がいたら面白いなっていうので、今回作ってみてます。というわけで私のミルク完成。投票タイム、一人目の方はこちら。あー、これ見てそのまま作ったんね。まあ確かにね、うまいんだけどな、芸術点でちょっと見たまんま作ったっていう部分でね、申し訳ないけどグッドにさせていただきましょうか。普通にエピックぐらいのポテンシャルはあったと思います。続いてがこちら、私の作品、立って乳を吹き出してる牛、どう評価されるかな。変な意味で捉えられたりしたらどうだろうな。レジェンダリーノーキャップってどういうことだろう。続いてがこちら、これはなんだろう。あ、海外でこういうパッケージのミルクがあんのかな。だとしたらうまいね。こういうパッケージのミルクあんのかわかんないけど、だとしたらうまいと思うんで、エピックにしました。続いてがこちら、牛さんがちょっとミルクを見てる感じかな。面白い、グッ。続いてがこちら、なんだこりゃー。続いてがこちら、あ、これただのさ、コップにしないでちょっとこぼれた感じにする感じが可愛らしいね。工夫を感じられる。オッケー。続いてがこちら、これうまそうだぞ。なんか似たような発想の人いたんだけど、似たような発想の人、顔がすごい独特だな。続いてがこちら、おお、あ、いいねいいね、エピック。ミルクバケツをさらにこれ立体化にするっていうね、アレンジを加えたっぽい感じで素晴らしいと思います。続いてがこちらはレポートです。というわけで1位はもう、1位が嵐でしたね。これはちょっと今回の試合は複数人のパーティーとかがいたのかな。私は2位っていうことで、まあ、実質私の1位でしょ。ということでね、まあ、最後の試合1位取ることができました。なんか釈然としないけど、本当にね。いやでもね、ミルクっていうお題はね、下ネタに連想させる人がいるだろうなっていう予想はしてたんだけど、だからまあ100歩譲ってミルクと関係のある下ネタだったらね、まだ許せたんだけど、完全に関係のない下ネタだったからな、それが1位になるのはちょっといただけないですね。まあでもね、とりあえず2022年一発目の動画で実質1位を取ることができたということで、これはね、今年の始まりにふさわしい動画なんじゃないでしょうか。これからもね、マイクラ建築バトルはいっぱいやっていこうかと思うので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。またね、バイバーイ。ちょっとね、気づいた人いるかもしれないけど、配信続きで声が出ない。ちゃんとね、体をいたわる年にもしたいと思います。またね。